オレホスのクリスタルガラスオレホス、スベンパルムクビストの風がオレホスグラスブリュックは、スウェーデンスモーランド地方のオレフォス村にあるガラス工場である。会社設立は1898年。もともとは窓ガラスやジャム容器のような実用的なものを作成していたが、1913年に会社の所有者が変わり、1916年までにはより、 芸術的な方向へと転換を試みるようになった。ガラス装飾とデザインのため、サイモンゲートとエドバルド・ハルドの二人のスウェーデン人画家が雇われたが、二人ともガラスを扱った経験はなかった。後にビッケ・リンドストランドやエドビン・エース・トロームといった他の芸術家も加わった。彼らはそれぞれ独自の芸術スタイルを持っていたが、共同で、 いくつかのユニークな特徴や新機軸を生み出した。その一つの例がグラールグラスである。色のついた浮き彫り装飾が無色透明で滑らかな表面を持つクリスタルの層に包まれている。1936年にはガラスの壁の内部に空気を閉じ込めるエアリアルと呼ばれる技法が考案された。その名前はシェイクスピアの演劇テンペストに由来する。彼ら作品は フランス人芸術家、エミール・ガレのアール・ヌーボー作品に大きな影響を与えた。彼らのデザインは、凍った液体を連想させる、特徴的で鮮明な光り輝くクリスタルの線を使う。彼らの作品は、1925年のパリ・バンコク博覧会で、多くの観客に賞賛された。そのガラス工場は、両体戦艦の時代、先導的な生産者となった。近年は、 シャンデリア作成でも知れるようになったが、いくつかの古いデザインの製品は今なお生産されている。ありがとうございます。